はい、本日はですね、嫁蔵にバイクを運転させてみたという動画を撮っていきたいなと思うんですが、ちょっとその前にね、僕が軽くツーリングに行きたいなと思います。で、今日はですね、夕方から嫁蔵が僕のバイクを乗っては行くんですが、免許ないのに嫁蔵乗って大丈夫なんと思われる方もいらっしゃると思うんですけどもね、実は嫁蔵今教習所に通っております。そして何やったら第一段階が終わりところになってて、まあまだ免許は取れてないんでね、ほんまは乗ったらあかんのですけども、私有地やったらね、どんな人でも乗っていいっていうことで、免許持ってたら、まあ、こういうね、僕が今発する行動はね、OK なんですけども、まあ、免許持ってない方でもね、私有地やったら OK やでっていうことで、駐車場とか、そういうところでね、練習してみようやないかいうことでね、今日初めて僕の SR を嫁蔵がこの後乗ります。で、彼女は今何してるかというと、家で寝ております。まあ、ただいま撮影日がね、1月の4日ということで、まあまだお正月気分なんですよ。だからね、まあ家でゴロゴロしておりますわ。ほんでまあ僕はね、ちょっとラーメンでも食べに行きたいなと思ってね、まあ年始めのラーメンっていうんですかね、ラーメン始めはね、どこに行こうかなと思っていろいろ考えた結果、まあ僕が今までで一番好きなラーメン屋っていうのがですね、まあ近所のところにあるんですけど、そこが今ちょっと閉まっててですね、営業がなんか7日からって言ってて、しばらく先なんで、それまでちょっとラーメン待ってられへんからね、奈良のラーメン屋に行きます。で、奈良の中で一番好きなのが今から行くね、無鉄砲のね、ガムシャラっていうところになってるんですけどね、そこのラーメン行きたいなと思うんですが、まあどうせやったらちょっといろいろダウンジャケット着ていこうと思ってね、真冬でも行けるような対策しようと思って、まあ一番なんてやろうな、最強の候補としてね、考えてたのがこの今僕着てるノースフェイスのね、アンタークティカパーカーっていうこのダウンジャケット、ゴアテックスで、なおかつ生地も一番分厚くて、まあ最強にしてね、最高のダウンジャケットみたいな感じなんですけど、まあいかんせん普段着るにしてはね、ちょっと重たいんですよ。だからこうやってバイクとかやったらね、動かへんから、まあこういう時にいいんちゃうか言うてレビューの時は言ってたんですけど、まあ実際着てみてどうなるかっていうのをね、やりたいなと思います。あ、ここ懐かしいですね。僕が一番最初にヒッチハイクしたのがその辺ですわ。この辺でね、立ってヒッチハイクしておりました。ほんまに乗せてくれた方ありがたかったんですけどね、海食堂のオーナーさんやったんですけど、ここで立てないよ、ここもうね、ほんま何千台ってね、笑われました。まあそれはそうですよね、29歳のなんかよくわからんおっさんっていうか、おっさんかお兄さんかわからんようなやつが、ヒッチハイクで、立ってると、まあ、乗せようとは思わへんやないかいってなるじゃないですか。だからまあまあ仕方ないと思うんですけどね、まあそんな思い出があります。ついこの間ね、ちょっとね、嫁の実家帰ってたんですけどね、嫁の実家から帰りにね、たまたまヒッチハイクしてる人おったんですよ。で、乗せようかなと思ったんやけど、荷物多すぎて、ね、乗せられんかったから、まあ乗せられへん代わりにね、ジュースでもおごりますわ言ってね、あったかいジュースおごりました。ほんま乗せれたらよかったんやけどね、ちょっと乗せられへんかったら申し訳ないけど、おっと寒いな、やっぱりちょっとこのお腹のところから風入ってきとるやないかい。よし、これで OK ということで、高速道路でも、アンタクティカパークは大丈夫なのかという検証していきましょう。後ろを見てね、はい、 OK です。いやー、奈良に帰ってきましたよ。奈良のメイン道路、もう唯一の3車線かな、24号線ってね、奈良県民だと絶対知ってる2424って言うんですけど、帰ってきましたね。何にもない、山が見えてる奥の方に。なんか高速はね、走ってたんですけど、そんなに寒くないかな。この下ロンティーしか着てないんですけどね、全然今は6度7度ぐらいかな、やっぱ全然なんてことないですね。なんかバイクってなんやろな、マイナス20度ぐらいになるんかな、結構寒いんですよ高速乗ったらね。だからマイナス20度やったら、今6度7度やから、だいたい何度になるんや、パッと出てこへんなマイナス17度ぐらいか、マイナス16度17度ぐらいの感覚なんですけど、まあアンタクティカパーカー着とったらね、まあ、全然いけると思います。下はね、後で紹介しようかなと思うんですけど、ダウンパンツ履いて、その上にゴアテックス履いてるんです。この2枚全然十分やし、なおかつこれ今回ね、新しく新規導入したやつあるんですよ。このね、足につけてる隙間から風入ってこないやつ、これめちゃくちゃ効いてる。これ確か2000円か3000円で安いんですけどね、ええ仕事してますわ。でちゃんとね、こういう隙間をね、入らんようにめちゃくちゃキュッて締めてますけど、アンタークティカパーカーの場合って袖口にリブついてるんですよ。リブついた上にこういうベルクロもついてるから、よりこう風入ってこないんですよね。これがね、奈良の、メイン道路ですわ。もう奈良はね、メイン道路ここしかないですよ。高校時代とかもね、まあ、僕は原付やったんですけどね、原付の50のマグナってやつ乗ってたんですけど、ここよう走りましたわ。よう
ようほんまに用事もないのにずっと走ってましたわ。なんてかわからんけど、なんかね当時はね襟足が長かったんですけどね、その襟足をねなびかせてね走っておりました、この辺をね。これ良くないですか、時計1000円なんですけど、なんかチラッと見えるから、なんかこうスマホのって見にくいんですよね。どこ何分なのかなって、こうやってよう見たらね、あ11時51分かで分かるけど、これやったらねパッと見ただけで分かるからつけました。実はねこれね皆さんから見てあんま分からんかもしれんけどね、GoPro 顎に付けるじゃないですか、その中その下っていうんかな、そのヘルメットの中ね、鼻水めっちゃ出てます。だけどこれ GoPro がね綺麗にね自分の鼻のとこを隠してくれてるからいいんやけど、めちゃくちゃ鼻水出てる。やっぱ顎からはね、ヘルメットのこの顎のとこからね風入ってくるからね、ここは寒いね、めちゃくちゃ鼻水出てないけども、なんかあんま感覚もないし、うわゴミが落ちてる。ここがねボーリング場やったんですけど、もうないんかな、うわもう錆びれて終わったんかな。昔はねここにねボーリングしに来とったんですよ、バイト終わって夜中ボーリング。だいたいバイト終わったら夜中ってもうボーリングかカラオケしかないでしょ。そんなんでね高校の時になんかよく来てましたわ。夜中はね高校生は出たらあかんから、高校じゃなかったかもしれんな、まあ、そんなん言ってましたわ。皆さん思い出あるでしょう。アンタグリカパーカー全然いけるから、多分カナダグースでもいけるでしょうね。でそれ以外にやったらウールリッチとかでも多分いけると思うんですけどね、このタイプのジャケットやったらね真冬のあれいけますわ。っていうのもやっぱファーがいりますね、この隙間のところからね、ヘルメットとそのフードの隙間からね風来ないんですよ、ファーがあるおかげで。かそれはやっぱファーある強みなんでね、まあ、カナダグースもファーあるしウールリッチも確かあったと思うんでね、その辺はやっぱ強いかもしれないですね。ここですわ、ここのねホットリップっていうところをね曲がっていきます。さあどれぐらい人がいてるか、やっぱ並んでるね、並んでるね。よしここにつけたから OK、 よし到着です。はい、それではねラーメン行きたいなと思います。よくしょ、美味しかったですね。なんかトイレもね新しくなったらしいです、年末に工事したっておばちゃん言ってて、綺麗になったやろって言われて、あ綺麗になってますねって言って、そんなおばちゃんと喋るほど常連でもないけど、しれっと喋って、ほんで今からはちょっと友達がやってるカフェねあるかも、やってるかもしれないんでちょっと行きましょうか。空いてないかもしれんし空いてるかもしれんし、ちょっとわからんけども、まあ行くだけ行ってみようか。いっせーので、よし、では行きましょう。ここはね、奈良県のね、皆さん修学旅行とかで行ったことある方もいらっしゃるかもしれんけども、法隆寺っていうお寺があるんですよ。一応世界遺産なんですけどね、その法隆寺の真横にあるらしいので、僕も一回だけ行ったことあるんですけどね、はっきり覚えてないんですよ、もう何年も前やから。空いてるかな、こんな道あったっけな、えら細いな、いてるかな、ちょっと見てきますわ。おかえり、おかえり、ただいま。長かったね東京ね、遊んでる場合じゃないんだよね。ちょっとコーヒー飲みに来ました。よいしょ、コーヒー飲む？怒るけど。あ、そう。あ、どうぞどうぞ。まあ、さてよ。懐かしいよ。はい、行ってきました。それではね、嫁の待つ、住居の方へ帰りたいなと思います。ちょっとほっこりしちゃったからね眠たくなっちゃったけども、まあぼちぼち帰りましょう。
出ました。僕が働いてたゲオですね。こちらが、ゲオイカルガ店ということでね、ここで、大学生の時、約10年ぐらい前ですね、アルバイトをしておりました。友達、地元の友達がね、アダルトビデオを借りに来るという悲劇が起こったりしましたけども、まあ、そんな事件を乗り越えながら頑張っていました。そしてもうちょっと前に見えるスシローがあるんですけどね、そこで次は高校生ですね、その3年ぐらい前に、アルバイトをしていたということで、大体僕の地元はこの辺りでバイトをするんですね。ここですね、ここのスシローです、当時はアキンドっていう名前でしたけどね、スシローっていう名前に変わっちゃって、この下のねところにバイク止めてました。よく懐かしいな。はい、ということでね、無事大阪まで帰ってきました。まあ、こんな感じでねドライブしてみてね、最後あの嫁のちょっと運転取ろうと思ったんですけど、ちょっと尺収まりませんでした。なので嫁のバイク乗ってみた動画っていうのはちょっとまた別の動画にしようと思ってますので、まあ、今日はねツーリングしたよという動画になってます。はい、あのアンタクティカパーカーでもよかったし、次カナダグース着てみようかなと思います。カナダグースもねおそらくいけるし、なんかカナダグースの方があったかいんちゃうかなと思います。ファーがねやっぱリアルファー使ってるのってやっぱちゃうからね、まあそんなんで一回ちょっと試そうかなと思ってますので、この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、一人で、故郷をツーリングしてみたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。お腹すいた。演奏するときは、はい、怖いよね。怖い。乗らないの？やっぱ乗らない。今日あちょっと無理だわ。どう、教習車と違う？うん、違う。ちょっと乗ってみようかな。おー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 おおおおありがとうございました。